今年芸能生活60周年を迎えたジャッキー・チェン。9月に自伝本我ゼシゲル流の中国語版が大陸で出版され、 SNS 上でどこの書店にもない、ネットはどこも在庫切れだとの報告が相次ぐなど、ベストセラーになっているようだ。本の中身ですが、少年時代から始まり、青年時代に憧れのブルース・リーと共演したエピソードや、自身の代表作となったプロジェクト A やポリス・ストーリーなどでの命がけの撮影秘話などが綴られています。9月に北京市内で行われた自伝本の発売記念イベントでは、多くのメディアやファンを前に青年時代に経験したレンガ運びや配管工など過酷なアルバイト生活の話や、映画撮影での危険なアクションシーンにまつわる思い出を披露していました。2020年に主演映画プロジェクト V が公開され、昨年もアルバム我看这星流を発売するなど、現在は主に中国大陸で活躍しているジャッキーだが、中華圏では今なお関心は高く、スキャンダルも頻繁に報じられている。香港のタブロイド紙バトはジャッキーとかつての恋人テレサ店の間に隠し子がいたと報じた。記事によると、ジャッキーが追い目の気持ちからすでに成人した隠し子に28億香港ドルもの資産を企業資金として譲り渡していたとする内容が紹介されている。しかし、ジャッキーとテレサとの間に子供がいたという話は昔からある都市伝説のようなもので、中華圏ではフェイクニュースの類として扱われたようだ。一方、実在する隠し子である娘エッタンさんについてのニュースも世間を賑わせた。中国メディア総キツネ娯楽は、カナダ在住のエッタがジャージー姿で現地のフードバンクの列に並ぶ様子を写真付きで掲載、ホームレスのような生活を送っていると報じたのだ。エッタさんはジャッキーと人気女優エレインの不倫の末に生まれた子供で、2015年に同性愛者であることをカミングアウトしています。ジャッキーは認知していません。一方、実子であるジェイシーちゃんさんはエッタさんのホームレス報道と同じ時期に高級車ロールスロイスを運転する姿をインスタグラムにアップしていたんです。2014年に麻薬の使用に絡んで北京で逮捕されたことで有名なジェイシーさんですが、ジャッキーは彼には多大な資金援助をしていたのに、エッタさんには一切経済的援助もしていない。そのため、今回の娘の報道では、中国のネットユーザーから同情の声が寄せられていると同時に、ジャッキーへの批判も多く集まっています。中国ではジャッキーの私生活でのスキャンダルが多い一方で、香港や台湾では彼の政治的立場をめぐる批判が多い。ジャッキーは2012年以降、中国の国政助言機関である人民政治協商会議に選出され、昨年には共産党への入党を希望していると公言。2019年の香港民主化デモの際には、中国政府の逃亡犯条例改正や国家安全法への支持をいち早く表明し、香港市民から共産党の犬との批判を受け、裏切り者のイメージがすっかり定着してしまった。8月には中国広州市内に8億円の高級マンションを購入していたことが明らかになり、老後は中国に定住するのではとも言われている。日本でも近年、ジャッキーはすっかり嫌われ者になってしまいました。以前は日本人のファンも多かったため、80、90年代の彼は大の親日家でした。しかし、2000年代に入ると、ジャッキーの映画は巨大なマーケットである大陸を意識した作品が増え、中国人俳優を積極的に起用したり、中国を舞台にした映画ばかりが制作されるようになりました。1989年の天安門事件の際には、
中国政府を批判し、学生たちを支持するチャリティーイベントにも参加していたこともあるのに、今では中国政府のスポークスマンになってしまった。息子が麻薬で中国当局に逮捕された一件も彼の進駐を加速させる大きなきっかけとなりました。いわば息子は人質のような存在になったのです。ジャーナリストの周来雄氏はジャッキーの思想についてこう分析する。ジャッキーはよくネット上で義士と揶揄されていますが、本来義士に政治的な発言を求めてはいけないのです。実は彼自身はもともと思想信条や理念はなく、その時々で態度を変えて聞きました。以前彼が親日家だったのは、日本に経済的パワーがありチヤホヤしてくれるファンも多かったから。今はそれが中国に変わったというわけです。一方で何事も人脈で動く中国社会と彼の性格の親和性が高かったという面もあります。同世代の香港の俳優チョウ・ユンファなどが中国マトなコネクションで物事が動くことに嫌気がさし、一線を引いて中国と付き合っているのとは対照的ですね。ジャッキーには中国の水があったということです。今や世界的に有名なカンフースターとなったジャッキー・チェン。彼はアジア圏で活動した後、1980年代にハリウッドに進出し、それから長い間映画界で活躍し続けています。今まで彼が出演した映画の本数は実に200本以上。フォーブス氏によると、その興行収入は全世界でなんと約26億ドルにも上るそう。本記事ではそんなベテラン俳優ジャッキー・チェンの純資産を調査、財産に対する考え方にも注目を。人気映画シリーズラッシュアワーの存在、世界で最も稼いだ俳優の一人に、映画出演以外の収入も。お金の使い道は？人気映画シリーズラッシュアワーの存在、ラッシュアワーはジャッキー・チェンが出演した作品の中で最も有名な映画シリーズ。セレブレティネットワースによると、このシリーズの全世界の興行収入は8億4500万ドルに達しているそう。そしてこれによるジャッキーの収益はおそらくラッシュアワー2とラッシュアワー3って合わせて約1500万ドルと言われていて、これはつまり全体の興行収入のうちの約 17% を占める額です。2016年にフォーブス氏はジャッキーは人気シリーズへの出演を果たしたことで最終的に年収約6100万ドルを稼いだと報道。そんな彼を急成長を遂げる中国の興行収入王マネーキングなどと呼んでいました。これによってジャッキー・チェンは全世界で2番目に多く稼いでいる俳優になり、その後も人気スターとして活躍し続けます。2020年にはフォーブス氏がジャッキーが年収で4000万ドルを稼いだと伝えました。その一部はレジェンド・オブ・ドラゴン、鉄仮面と竜の秘宝とプロジェクト X トラクションへの出演によるものだそう。さらに彼はエンドースメント契約やプロデューサーとしてのクレジット、自身が所有する映画館などからの収益もあるそう。またジャッキーはブランディング力も桁違い。2015年フォーブス氏は彼がグッズやセグウェイの販売などで有名ラッパーの JZ が嫉妬するほどのブランド力を持っていると報じました。2012年に財産を寄付する予定であることを明かしたジャッキー。当初は財産の半分をチャリティーに寄付し、残りを家族のために残しておくつもりだったそうですが、気が変わって全て寄付することにしたそう。これにあたって息子への遺産がないことについて聞かれたジャッキーは次のように答えました。もし彼に能力があるならば自分でお金を稼ぐことができます。そうでないなら彼は私のお金を無駄にするだけでしょう。
またジャッキーは何度かフォーブス誌でお金を手放したいという思いを語っていました。子供の頃、私はとても貧しくて何でも欲しがる子でした。だからお金を手に入れたら、まずは物を買い始めたんです。しかし今は全てを譲りたいという思いを持っています。誰かに何かをあげて、その人の顔を見るととても幸せな気持ちになれるんです。また2011年に東日本大震災に見舞われた日本のために募金活動もしていたジャッキー。その当時ザ・ハリウッドリポーターで次のように話していました。私の目標は、自分がこの世を去るときに銀行口座の残高が0円になっていることです。そのことを考えるととても幸せな気持ちになります。もう心配はありません。好きなものを買い、チャリティーにお金を寄付し、そしてもっとお金を稼げるようにします。率直に言って、私にとってお金を稼ぐのは難しいことではありません。簡単なことならば寄付しない手はないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。